本当に。普通にカニ神キヨキヨさんの一緒にやったクロワあげたわ。私も聞こえてたんですね。聞こえてたんですね。聞こえてたんですね。いや、なんか最初俺ら2回やったな。知ってるわ。え、まさき聞いてました。聞いてて笑ってました。あ、笑った始まったちょっとね、バタバタしてた。一回時間かかってしばらく時間かかって、あ、もう一回始まったと思って全く同じ文脈だと思って、ハングアウトでさっきのやり取りもう一回やろうって夜なりから来て最初の入りのフェスを埋めよう。井上さん、下手すぎる。本当棒読みすごくない。舞台俳優みたいな棒読みの舞台俳優ぶち壊ってくるせっかくフェスを埋めるなんかやばいよね。そんな感じじゃないじゃん。動画外そんな感じじゃねえのよ。